激作サックは現在起動中のカーネル上で新しいカーネルのライブブートを可能にする Linux カーネルのメカニズムである。激作サックという名前はカーネルエクスキュージョンの略称とユニックス Linux カーネル呼び出しのエグゼックに由来する。激作サックは実質的にシステムファームウェアが実行するブートローダのステップとハードウェアの初期化フェーズをスキップしメインメモリに 直接新しいカーネルをロードして、すぐにその実行を開始する。これにより完全なブートと関連する長時間処理を避けられるためダウンタイムを最小化することができ、システムの効果要請を満たせるようになる。ケキサックのようなメカニズムを実装することはできるが、その場合に以下の2つの大きな問題が発生する。 結サックでブート可能なカーネルを署名されたカーネルのみとする機能のサポートは2014年10月5日にリリースされた Linux カーネルメインラインのバージョン3.17にマージされた。これによりルートユーザーが結サックで任意のコードのロードや実行を行うことが不可能となった。これは u f i セキュアブートと署名された Linux カーネルモジュールのみが起動中カーネルへ挿入可能であることを保証するカーネル内セキュリティメカニズムを保管する。ありがとうございます。